よろしくお願いします。皆さんこんにちは、インターネットの勉強を運営しております森と言います。今日はページ2013ご覧いただきまして誠にありがとうございます。私の方はですね、こちらインデザイン CS6 で行う e-commerce 作成と題しまして約、50分ほどお付き合いいただきたいと思います。まず最初に簡単に自己紹介の方させてください。長野の方で、フリーランスでデザイナーをやっております森と言います。こちら、インデザインの勉強部屋というウェブサイトを運営しております。ちなみにすいません、見たことあるという方挙手させてください。ありがとうございます。もう9割ぐらいですありがとうございます。こんなサイトを、運営しておりますので、よろしかったら、ご覧ください。デザインまたは勉強部屋というワードで検索していただきますと、すぐに登録しています。他にもですね、アドビシステムさんのサイト内の方で、インデザインの入門ガイド、こちら全10回の連載であったりとかですね、CS6 のエッセンシャルガイド、この CS6 でインデザインに新しく追加された機能、こんなのがあるよというような内容のものであったりとか、また今日のお題にもありますインデザイン CS6 で行う EPUB 作成という形で、連載などもさせていただいております。興味のある方はぜひご覧いただきたいと思います。この辺はですね、私の方のサイトのトップページの方にですね、右側の方にバナーがありますので、目的のものをクリックしていただきますと、そちらにジャンプするようになっております。ぜひご覧ください。特にインデザイン CS6 で行う EPUB 作成というのは、本日のお題というか内容にも、してくる内容ですので、また、戻ってからご覧いただければというふうに思います。はい、本なんかもいろいろ出しております。よろしかったら、見てみてください。はい、早速本の方に行きたいと思います。電子書籍ですが、非常に注目を、浴びております。皆さんも非常に興味がある分野ではないかなというふうに思うわけなんですけども、だんだん、本当に身近なものになってきました。もうすでに、結構買われて普段見てる様子が多いではないかと思います。特に最近私もですね、ちょこちょこ買うようになったんですけど、昨年の10月に Kindle ストアが、オープンしたのが非常に大きいのかなと思っております。はい、個人的には僕は Kindle ストアでちょっと私が興味があったと思うようにしています。で、今日の内容はですね、こちらですね、インデザインを使った EPUB 作成という部分をお話をさせていただきたいと思います。基本的に EPUB はですね、何もインデザインでしかできないわけではなくてですね、そもそも、インデザインなくてもできるじゃないかという人もいっぱいいらっしゃいますし、インデザインはまだまだ EPUB ちょっと厳しいじゃないのって方もいらっしゃると思うんですが、ニーズとしてインデザインで作った印刷物用のドキュメントがあるといった場合にですね、ぜひそれを利用して EPUB を作成したいというお話もよく聞きます。ですので今日はインデザインからの EPUB という部分をちょっとフォーカスしてお話をさせていただきたいと思います。まずちょっと簡単にですね、電子書籍の分類をちょっと見ておきたいと思います。流れとしては2つあるのかなと思います。1つは、雑誌などのようにレイアウトを固定で見せるものですね。レイアウトを改変しないもの、これはまず1つあるかと思います。アドビさんのワークフローでいうとデジタルパブリッシングスイートといったようなものはこちらに当たるかと思います。そして、今日のお題でもありますけども、レイアウトを可変してもいいよといったようなもの、主に、テキスト中心の、電子書籍といわれるものですね。レイアウト可変、つまりですね、これをリフローと呼んでおります。例えば iPad の iBooks で EPUB ファイルを表示させたものなんですけども、ユーザーが文字のところ、サイズを変更できますので、例えば文字のサイズを大きくする、そうするとですね、当然その表示されているページ内に収まる、テキストや画像といったものの量が変わりますよね。で、溢れたものは自動的に次のページに送られるといったようなもの、これを、リフローという形で呼んでおります。今日お話しする EPUB というのは、このリフロー型の、フォーマットのたくさんある中の、デファクトスタンダードにもなってきているのではないかというふうに言っています。もちろん他にもいろんなフォーマットがあるんですけど、現状 EPUB がやはり中心で、推移していっているのかなというふうに思っております。じゃあまずそもそも EPUB が何ぞやということになるわけなんですけども、こちらは電子書籍用の公開企画です。オープンな企画、インターナショナルデジタルパブリッシングフォーラムというところ、通称ですね IDPF というところがこちら使用を決めております。誰でも自由に無償で使うことができる企画になっています。さて、おととしですね、おととしの10月にですね、
ちら一番最新の、まあ、リバウンドバージョンである 3.0 というのが正式に決定をいたしました。こういうチームの日本の方のですね、練習チームの方も、まあ注目されるようになってきたのかなと思うんですけども、まずリバウンド 3.0 で軽いところの情報を、ね、見ておきたいと思います。日本語の、まあ、書籍違反などでは必須と言われていますが、決定書きとかですね、当然それに伴う右開き、他にも首に蹴って、回り込み、縦中央、臨床注意といったようなものが、この EPOP 3.0 の仕様に盛り込まれたことによって、まあ、完全に注目されてきたわけを流れに至っています。はい、でこの EPOP に関する詳しい仕様等々をですね、詳しくお知りになりたい方はこちらですね、今ご紹介しました EPOP 使用を決めていくところ IDPF というところあります。こちらの方もサイトに行っていただきますと詳しく EPOP に関する様々な情報を得ることができるようになっています。ウェブ上で IDPF で検索していただきますとすぐに分かるかと思うんですが、このサイトがあります。ただ、ですね、私もそうなんですけど残念ながら英語はあまり得意ではないものですからちょっとでもですね、なかなか意味が理解できない、まあ、そういう方はこちらのサイトをお勧めしておきます。 EPUB カフェというサイトがあります。こちらすべてまあ、ね、日本語で書かれています。で日本語の EPUB に関する情報はポータルサイトでいいのではないかなと思います。 EPUB カフェで検索をしていただきますとすぐに、ね、見つかるかと思います。こちらにいただきますと EPUB はどういったものなのか、使用はどういうふうになっているのか、また作り方はどういうふうにするのかなど様々な情報を得ることができますので、ね、参照していただくと良いと思います。ではちょっと EPOP の中身がどうなっているかちょっと押さえておきたいと思います。 EPOP というのは拡張子がですね .epub で EPOP というふうになっております。実はこの EPOP というのはですね ZIP 圧縮されたファイルになっておりますので、まあ、拡張子を ZIP に変更していただきますと、解凍することができるようになっています。解凍していただきますとボルダーが一つね表示されますので、ちょっと中身を開いて見ていきます。開きますと、ファイルタイプといいましょう。ファイル、いわゆるこのドキュメントは、まあ、EPUB のファイルですよという宣言文のファイルとフォルダが2つ出てきます。それぞれ、ね、叩く開いていきますけど、今このような形でですね、さまざまなファイルから構成されています。EPUB の作り方によって若干内部構成は、ね、違う場合もあるんですけども、大きく中心となっているファイルはこちらの2つです。拡張子 XHTML と CSS のファイルですね、まさにですねこれそのものですね HTML と CSS のファイルが中心となってさらに、まあ、画像がある場合でイメージであったりとかその他の目次であったりとかファイル一覧などを表す、まあ、メタファイルが付随して一つの、まあ、ZIP として発見されたものが EPUB であるという形になっています。ですので中身自体もフォローこれですよね、まあ、ウェブそのものウェブを発見するようなものと思っていただいても、まあ、間違いではないのかなと思います。もう一度ちょっとね、文字の方で特徴を押さえておきたいと思います。一定の約束、まあ、決められた約束のもとに数のファイルをですね ZIP にまとめたものが EPUB であるというのが分かっています。ファイルの一覧とかですね、目次など、いわゆる XML 形式のメタファイルを持っております。で、本日の中身はですね、まあ、XHTML、CSS、PNG、JPEG、Twitter、いわゆるウェブ標準に準拠した内容になっているという形。そして、まあ、特徴として挙げられるのが、まあ、PDF または印刷物と大きく違うのが、固定された、いわゆる決められたページに区切りがない。まあ、表示するデバイスであったりとかユーザーが選択した文字の大きさによってページ区切りというのは絶えず変動するという形になっています。まあ、実際にはですね最近あのフォックスを、まあ、固定の EPUB でも出てきていますけどもちょっと今日はですねお話の方は、すみませんけどもそういったものも最近今なんか仕様の方に盛り込まれるようになってきているという状況になっています。さあ一つ前のバージョンである EPUB の、ね、2.0.1新しく、最新の 3.0 がどのように違うのかというのをちょっと、こちらに比べてみました。HTML5 ベースの、ものに変わっています。ただし技術方針に関しては XHTML と技術方針を使うという流れ、また CSS の方はですね 2.1 をベースにして CSS3 の一部も使うことができるように、改善されております。
特徴をざっと並べるとこんな形です。まあこれですね、 HTML5 ベースですよ。メタデータ、宇宙組織まで拡張されていますよ。他にもですね、数式であったりとかビデオ、オーディオのサポートなんかもされましたよ。またテキストにシンクロした音声再生、いわゆるあの読み上げですね、まあ、目の不自由な方向けに例えばこうテキストを読み上げておられるような機能もつけることができます。他にも SVG といったフォーマットや JavaScript などもサポートしているという形になっています。じゃあ実際の制作の、ね、ワークをちょっと見ていきたいと思います。今回インデザインから作るという部分でしたので、まあ、インデザインで、ね、制作をしていただく形になるんですけども、バージョンで言うとですね、実は CS3 から EPUB の書き出しが可能になっていました。ただですね、まあ、CS3 からなんですけども、できればですね、最新のものを CS6 を使っていただくのを一番、作業するのにおいてはいいのではないかなという形です。でバージョンが上がるたびにですね、やっぱりこの EPUB 書き出しの方も随分改善されてきていますので、できることがやっぱり格段に違っています。ぜひあの実際に何やるんであれば最新のものを使って作業されるのがいいのかなという形です。仮にですね、印刷物は例えば CS3 とかをで作ったんですけどといった場合でも、EPUB はね、まあ、別物と捉えていただいて CS6 で開いて作業するというのが多分一番今、いいのかなというふうに思っています。でただですね、インデザインのドキュメントがあるから簡単に EPUB が書き出せるかというとそうではなくて、まあ、書き出す前に実はいろいろと設定というかですね、手を加えておくべきことがいろいろとあるというのが現状です。ただ書き出せばいいというわけではないという形なんですね、はい。必ず書き出す前にインデザインのドキュメントにいろいろな設定調整を行っていきます。そしてやっと EPUB を書き出すわけなんですけども、これで EPUB 書き出したらまた終わりかというと実はそうではなくて、再度ですね、EPUB の、まあ、問題点を解消したりとか見栄えの調整をしたりといった作業が必要になってきます。ですのでインデザインから EPUB を書き出したらそれをさらに編集するという、まあ、現状作業がまた必要になってくるという形ですね。でこの図では一応ドリームウィーバーでここに書いてありますけども、別に何でもいいです。テキストエディターで編集していただいてもいいですし、まあ、HTML や CSS を編集できるものであれば何でも構いませんので、編集をして OK になったらまた再度ね、インパクトにしていただくという現状手順を踏んでいただく必要があるという流れになっています。でここでちょっと見ていただきたいのが、まあ、EPUB を書き出したものを、まあ、ドリームウィーバー等で編集する場合にはですね、 EPUB を一度解凍して編集をする、で OK になったら再度圧縮するという手順が必要になるというのをちょっと、ね、注意をしてください。はいですね、はい。で、先ほども言いましたけどバージョンできるんであれば CS6 という新しいものを使っていただくのが一番効率的に作業ができるという形になっています。はい、それとですね、EPUB の解凍と圧縮についてちょっと見ておきたいと思います。EPUB の中身を編集するためにはですね、解凍および圧縮というのが必要になってくるんですけども、まあ、Mac の方はですね、解凍スタビットエクスパンダーっていう、ね、無料のソフトウェアを使っていただくと簡単に解凍することができます。Windows の方はですね、10分に拡張子を、まあ、書いていただいて展開していただければ EPUB ファイルを、まあ、取り出すことができます。で今度圧縮ですね、ZIP 圧縮されたものが EPUB なんですけども、ただ圧縮 ZIP 圧縮すればいいかというと実はそうではなくて、ちょっと様々なルールに基づいて圧縮をしないといけないので、実際にこれコマンド叩く場合には結構面倒くさいことを、しないといけなかったりします。ただですね、だから今日こちらちょっと2つご紹介しておきますけど、まあね、そういった圧縮に関してもこういったツールを使えば簡単にできるよといったものですね。Mac の方だと、まあ、EPUB パッケージャーというのがちょっとおすすめかなと思っています。これはですね、 Mac App Store の方で今確か85円だったかなで販売しています。もうこの、アプリにですね、ドラッグしていただくと簡単に圧縮したり解凍したりといったことができるようになっています。Windows の方だと、まあ、EPUB パックというのが、ね、あります。こちらは確か無償だったかと。こういったツールを使って、まあ、解凍や圧縮を行っていただくのが、まあ、一番手っ取り早いのかなというふうに思います。で、EPUB 表示についてもちょっと触れておきたいと思います。まあ、当然 EPUB というのを見るためには様々なビューアーとかリーダーとか言われるものが当然必要になってくるんですけども、例えば
PC 環境上で、まあ、確認する場合であれば、アドビさんからはですね、デジタルエディション 2.0 というのが今無償でダウンロードできるようになっています。例えばこういったツールで、作成したインパクトを PC 上で表示すると。またリーディアムというのもあったりします。これは、まあ、IDPF さんがね前に進めている、ものなんですけども、こちらは Google Chrome に、まあ、プラグインとしてインストールする形でインパクトを表示できるようなものなんかもあったりしますね。まあ、例えば iPad では iBooks なんていうのがね無償で入っていたりします。で、大きく、まあ、リーダーの流れとしては大きく今2種類、あるって言われています。アドビさんのモバイルリーダー SDK というエンジンを、まあ、ベースにしたものと、まあ、リーディアムとか iBooks に採用されている WebKit をベースにしたエンジンと、まあ、2つで、ね、ある形になっているのをちょっと覚えておいていただければというふうに思います。はい、これがですね、まあ、アドビさんの、デジタルエディションで表示したものです。サンプルもね、アドビさんのサイトからダウンロードできますので、よかったらね、これね、ダウンロードしていただきたいと思うんですが、ちょっと縦書きとか、Ruby とか、検定、縦中横なんかもきちんと再現されています。回り込みも可能になっています。こんな感じで表示されていますね。はい、こちらが Lidium っていうね、Google Chrome のプラグインを入れて表示させたものです。同じく、縦組みや検定や Ruby 等々が、まあ、ちゃんと反映できていると。ただやっぱりリーダーによってこうねちょっと見栄えが若干ね違ってるかと思います。この辺はウェブサイトどんなブラウザで見るのかというのと同じで、まあ、ブラウザが変われば見え方も若干違ってくるという形になるので、まあ、最初のターゲットどんなビューアーで見るのかによって見え方が違うので、実際に作った場合もですね、必要な、まあ、ビューアーでいくつかチェックをしていただく必要があるのかなというふうに思います。さあ、じゃあ実際にね一般の編集ですね。さっきドリームリーバーというのはまずその中に挙げさせていただいたんですけども、他にもですね、EPUB をダイレクトに編集できるツールなんかいろいろありますので、ちょっと簡単にね、覚えておいていただくといいかと思います。シジルっていうのは多分今結構使われているツールの一つかなと思います。シジルですね。こちらは無料で、ダウンロードができるようになっています。まあ、ただ EPUB さんというのはまだシジルで対応していないので、ね、若干、それが問題ありかなと思いますが、こういったツール無料なのでぜひちょっと使ってみてください。他にも国産のものだとフュージーなんていうねのも結構有名なツールとして挙げられるかなというふうに思います。はい、さあ、そして EPUB、出来上がった時に最後に実はですねやってほしいことが一つあります。それが EPUB のチェックという形になっています。当然ですね EPUB が出来上がったらそれでまあ OK なんですけども、その作った EPUB のファイルに問題がないかどうか、いわゆる構文に問題がないかどうかというのをチェックをしていただくという作業を最後の最後にまあ必要になってきます。で、今日ちょっとチェックするの方法2つご紹介をしておきます。EPUB チェックという、まあ、まさにそのままサイトがあります。これ Google の、ね、サイトの中にあるんですけども、ここからツールをダウンロードすることができまして、ダウンロードしたものを使って自分の作った EPUB ファイルをチェックするという形ですね。もう一つ、こちらスリープレスのサイト内にありますけども、こちらは自分が作った EPUB ファイルをアップロードして EPUB 問題がないかどうかチェックしてくれるというツールです。今ご紹介した2つのツールはどちらも同じエンジンを使っていることで、まあね、どちらかでチェックをしていただければいいかなと思います。はい、このチェックっていうのはですね、やっぱりこの販売する時で EPUB を作る場合にはですね、ストアによっては構文エラーがあると弾かれるケースがあるので必ず行っていただきたいなというふうに思います。さあ、じゃあ実際にインデザインどんな作業を行っていくのかといった部分を、見ていきたいと思います。はい、まずですね、まあ、インデザイン局面当然あるというふうに仮定していただきます。はい、まずやっていただきたいのが初始情報の登録というところです。ファイルメニューの中にねファイル情報という項目がインデザインにありますけれども、そちらを開いていただきますと、まあ、こんなダイアログが出てきます。ここにですね目的に応じて、まあ、入力していただくということですね。例えばドキュメントタイトルという部分に入力すると、それが署名、いわゆる本の名前に使用されます。で、作成者に入力したものは著者名に使用されるといった具合で、まあ、ここで入力しておかないと、まあ、本の名前や、作者の名前がですね EPUB に書き出すときにつかないという形なので、必ずこちら登録をしておいてください。さあ、そして覚えておいていただきたいことに、インデザインから EPUB を作る場合のオブジェクトの書き出される順番というのが、あります。
これ実はですね、左開きのドキュメントと右開きのドキュメントは違っていますので、ちょっとこれ覚えておいてください。まず左の方の図をご覧ください。これ左開きのドキュメントです。まあ一般的に横組のものを作るとき、ね、左開きにされるかと思いますが、まあ、例えば図のようなドキュメントがあった場合に、いろんなオブジェクト、フレームがバラバラでこう、ね、複数のものが一番ドキュメント上にある場合ですね、どうやってどういう順番で書き出されるのかっていうのは、そのオブジェクトの座標値に基づいて決まっています。まあ、赤い線で書いてあるので分かるかなと思うんですけど、より左、いわゆる X 座標が0に近いものから順に書き出されていくという流れになっています。で、同じレイアウトのものであっても、右開きの場合にはですね、座標値が上にあるものから順に書き出されていくという流れになっています。まあ、図のようなね、オブジェクトというかですね、ものを2番目に書き出すだけさ、あまりないのかもしれないんですけども、複数のフレームがある場合には座標値をもとに書き出される順番が決まっているというのを覚えておかれるといいかと思います。さあ、そしてですね、実際に作っていく、編集していくという形になるんですけども、まず構造化というのは非常に大事になってきます。このテキスト、これはタイトルですよ、これはリードですよ、本文ですよ、見出しですよといったように、きちんとそれぞれのテキストに意味付けを行って、必ず、ね、段落スタイルを適用しておいてください。これをしておかないと、後で EPUB を書き出した後にものすごく編集が大変になります。ですので、必ず全てのテキストに、まあ、何らかの段落スタイルが当たっている状態にしておくのがベストです。そうしておくことによって、後々書き出した EPUB のコントロールが、まあ、楽になるというふうに、挙げられます。必ず構造化を行って段落スタイルを適用しておくっていうのがポイントになってくるかと思います。さあ、そしてカバー画像もね、作成しておきます。今表示しているのは、これ iPad の iBooks で表示させた時の、まあ、本棚ですよね。でカバー画像というのは、この本棚にこう本がたくさん並んだ時に、まあ、こうついてくる、ね、画像です。今2冊並んでいますけど、左側はこれボッチャって書いてあります。これはちゃんと画像がついている状態のもので、右側の銀河鉄道の夜はこれ画像がついていないので、本のタイトルと名前しか表示されていません。やっぱり、ね、表紙はつけておきたいので、カバー画像を、ね、作成をします。これインデザインからですね、EPUB を書き出すときに、まあ、ダイアログで選べるようになっています。カバー画像をなしにするのか、最初のページ、いわゆる1ページ目を自動的にラスタライズして、それをカバー画像として使用するのか、または別途用意した画像をカバー画像として使用するのか、選択できるようになっていますので、まあ、本文をしてこちらカバー画像の方を選んでいただくという流れになっています。さあ、次に Ruby の設定を、まあ、見直してか行っていきます。当然通常の作業で Ruby普通に設定されるかと思うんですが、この時ですね、例えば今右上のテキストを見ていただきたいんですけど、2テンポってありますよね。これ「む」と「でつ」と「ぽ」の間にちょっとスペースが特に空いてるのが分かるかと思います。これ実はですね、「2テンポ」という3文字を選択をして、モノルビを設定しているとこのようになります。インデザインのルビの設定の場合ですね、モノルビを設定すると、親文字単位でこう半角スペースまたは全角スペースで区切って入力するかと思うんですが、残念なことにこのスペースも EPUB に書き出されてしまいます。なので、なんかこう余分なスペースが無鉄砲とかに、ね、入ってきてしまうというふうになってしまいますので、まあ、これを回避するのは、一文字単位でモノルビにしていただくか、または、グループルビを使っていただくという形になります。そうしておかないと、まあ、余分なスペースが書き出されちゃうよということですね。またはまあ本当にEPUB書き出した後にスペースを取っちゃうとかですね、まあ、いろんな方法があるかと思うんですが、まあ、最初からEPUBを作ることが分かっているのであれば、まあ、グループルビー、または一文字単位でモノルビーをつけておくのが、あとは楽ではないかなというふうに、思います。さあ、そして検定ですね。検定は文字のパネルから設定をするかと思うんですが、まあ、ただ単に文字パネルからですね設定するだけではなくて、検定という文字スタイルを作っておいて、それを一つずつ文字に対して適用していってください。そうすることで、後で検定の、整理した部分をまとめて EPUB の表示等をコントロールしていくことができますので、必ず検定
まあ、文字スタイルとして、設定したものをテンプレートとして使うというふうに作業されるといいかと思います。さあ、この縦中横です、縦組みで必須のこの縦中横です。これはですね、通常皆さんインデザインの場合はですね、段落のパネルから自動縦中横設定というのを選んで、まあ、一気に、縦中横っていうのを設定されているかと思うんですが、残念ながら、この自動縦中横を設定したものは反映されません。なぜかちょっと反映されないですね、現状ですので、現状の回避策としては、段落パネルではなく文字パネルの方にある縦地表という機能があります。これ通常文字単位で設定するときに使うんで、あまりねインデザインでは普段使われていないんですけども、この文字パネルの方の文字スタイルを設定をしてください、ね、ただこれも設定ね、こうしてると面倒くさいので、必ず文字スタイルとして縦中横というのを、まあ、一つ作ります。でそれを、まあ、要は縦中横にしたい数字等にですね設定をしていただくという形になります。ただ実際の作業をですね、数字でいっぱいあって1個ずつ手作業だったら非常に面倒くさいので、ここではですね、検索と置換というダイアログを用いて一気に縦中横という文字スタイルを適用しちゃいます。ちょっとですね、見づらいと思いますので、ちょうどね、全部デモの方でもご覧いただけますけども、検索と置換のダイアログのところで正規表現というのを用いていただいて、まあ、例えば2桁だけをヒットさせる、ヒットさせてその2桁の数字に対して縦中横として作った文字スタイルを当てるという作業を行っていただきます。これを、まあ、していただきます、まあ、一瞬でというか、ね、一発で全ての、テキストに対して、まあ文字スタイル縦中横っていうのを提供していくことができるという形になっています。で、まあ、問題になるのはどういう正規表現を書けばいいのかということなんですけど、これもですね、先ほどご紹介しました、Adobe さんのサイト内にあるインデザインからの、書き出しのページの方にこのまま書いてくださいよと書いてありますので、それを、まあ、ただ単にコピペしていただいてやっていただくのが楽でいいのかなというふうに思います。2桁数字を1される正規表現と3桁の数字を1される、正規表現ちゃんとね、サイト上に書いてありますので、そちらをまあご覧いただいて利用していただければいいかなというふうに思います。はい、そしてですね、こちらも行っていただきます。タグとクラスの指定ですね、インデザイン上で先ほど必ず段落スタイルを使用してくださいよというふうに言ったかと思うんですけども、ドキュメント内で設定をした段落スタイルおよび文字スタイル全てに対して、まあ、タグであったりとかクラスを指定してあげてください。実はですね、これこの機能はですね、まあ、古いバージョンの時にはなくて、昔はスタイルの名前が実は日本語についていると問題が起きたんですね。インプットだけでした。でどうしていうことをしたかというと、スタイルの名前は全部一つで作業で、まあ、オーブンとかに、ね、変えていました。ところが、まあ、最近のバージョンではですね、そんなことをしなくても一気にこのパネル上、ダイアログ上でタグとクラスの指定をできるようになっています。これもですね、まあ、タグとクラスちょっと見づらいかとは思うんですけど、もちろんね、実際にデモの方ですね、ご覧いただきたいと思います。ここで設定したものが、まあ、EPUB 内の、XHTML や CSS に反映されるという流れになっています。スタイルにタグとクラスを指定しておくという作業を行っていただきます。そしてこちらも覚えておいてください。アンカチキオブジェクトっていう機能があるんですけども、例えば長文のテキストがダーッとこうね、連結された状態で入力されているとします。で画像は通常、まあ、印刷物作成するとき画像をその目的の場所にこう上に置く形で、ね、多分レイアウトされていくと思うんですけども、これを EPUB に書き出すと全ての連結されたテキストが書き出された後に画像が書き出されるという形になります。ですが、この画像を任意のテキストとテキストの間に表示させたい、挿入したいといった場合には、このアンカー付きオブジェクトの機能を使ってください。昔の CS3.4 あたりだと、これ全部インライングラフィックとしてレイアウト変更しないといけなかったんですけど、CS5.5 かな、からこのアンカー付きオブジェクトという機能がかなり強化されました。やっていただくと非常に簡単で、まあ、今、見ていただいているのは、画像とキャプションをグループ化したものです。そのオブジェクトを選択している状態になると、
かりますかね、青く右上のところにちょっと塗りつぶされた四角形が、ね、画像の右上のところにあるかと思うんですけども、今日この四角の部分を掴んで目的のテキスト中までドラッグするだけです。レイアウトを何も変更せずに、任意の今矢印がありますね、あそこにドラッグすると上の段のテキストと下の段のテキストの間に画像が挿入された状態で右側の書き出しができるということになります。選択してドラッグという、まあ、これだけの作業ですが非常に簡単になっています。画付けオブジェクトですね。ちなみにこの機能は普通の、ね、印刷物作ると非常に便利なので覚えておかれるといいかと思います。はい、そしてアートクルパネルというものも搭載されています。これはですね、ご覧いただいているような、まあ、例えばレイアウトのものを書き出したとします。その場合に先ほども言いましたけど各オブジェクトというのは座標値を基準にして、一般的に順番に書き出されていきます。しかしですね、まあ、レイアウトによってはその順番だとちょっと困るなというようなケースも出てくるかと思います。例えばご覧いただいているそのケースだと、まあ、1番はタイトルのところでいいとして、その下それぞれ、2、3、4を持ってあるんですけど、1番が左来ますね、1番が来て3番が来て2番が来て4番の、まあ、番号のものが来ている順番になっているんですけど、これだとねちょっと順番的にはうまくないですよね。やっぱり1、2、3、4というこの青い数字の順番で書き出したい、そういった場合にはですね、このアーティクルパネルっていうものを利用していただくことによって、座標値とは関係なく各オブジェクトを書き出す順番をコントロールできるという形になって、設定方法も非常に簡単でですね、まあ、選択ツールで、まあ、まとめてオブジェクトをダーッと選択します、そのオブジェクト。それをそのままアーティクルパネル上にピュッとドラッグするとですね、登録されます。あとはアーティクルパネルの上にあるものから順番に書き出していくことができるので、順番をドラッグして、ね、変更するだけという手順になっていますので、まあ、自分で各オブジェクトの書き出し順番をコントロールしたい場合には、このアーティクルっていうものをね利用していただくという形になります。はい、さあそしてですね、画像の周りがこちらはですね CS6 から可能になっています。先ほどのね、後ろの写真があるやつ、写真に対してテキストが回り込みされていたかと思うんですけども、相手としたい場合には、回り込みという設定が可能になっています。こちらはですね、まあ、目的の画像と選択をしていただきまして、オブジェクトメニューからオブジェクト書き出しオプションというのを選んでいただきますと、まあ、左の、ね、図のようなダイヤルが出てきます。こちらの方で、まあ、レイアウトのカスタム設定というのにチェックを入れていただくと、まあ、ポップアップメニューから、ね、符号とというのが選べるようになっています。まあ、左にフロールさせるのか右にフロールさせるのかといったことで選んでいただくと、それだけで、まあ、いわゆる、ウェブでいう、まあ、フロートですね、回り込み設定が可能になるという形になっています。さあそしてですね、そのままだと回り込んだテキストと画像というのはくっついた状態で EPUB に書き出されてしまうので、ね、画像とテキストに少し隙間というかスペースを空けたいんですよね。通常版 Web だとマージンという形になるんですけども、そのマージンは、テキストの回り込みというパネルの、まあ、いわゆる上下左右、マージンを設定できるかと思うんですが、これがそのまま EPUB というか CSS の方のマージンとして書き出しがされるという形になっています。この2つを設定することで、まあ、画像の回り込みができますよというですね、フロートとマージが設定可能になっています。さあそしてですね、他にもですね、いろいろあります。ハイパーリンクで、ね、差したい場合には、まあ、こちらのハイパーリンクパネルを使って設定をしておいていただくという形ですね。このパネル自体は本当に昔のバージョンとありますので、まあ、例えばもう別のウェブサイトにジャンプさせたりとか、ドキュメントの別のところにジャンプさせたい、特にこのハイパーリンクというパネルを使って設定を行っていく。これによって、まあね、設定が、まあ、反映された状態で書き出せるという形になります。そしてもう一つこちらは CS6 ですね、搭載された機能になっています。 HTML 挿入という機能も追加されています。まさしくその名の通り HTML を挿入することが可能になっています。例えば下の図があって地図が、ね、あそこに表示されているかと思うんですが、これ Google マップの地図を、まあドキュメント上に表現したものです。実際 Google マップ等をですね、例えば今ここに、配置したいというかですね、
取り込みたいという場合には、この Google マップ等の HTML をコピーしてきて、デザイン上のこの HTML を編集というダイアログ上で、まあ、そのソース HTML コードですね、コードの方を、まあ、提出していただくだけ、それによって、まあ、ドキュメント上にマップが、Google マップが挿入できるという形になっています。このまま EPUB を書かせると、まあ、反映した状態で、書き出しができるといったような形で、HTML 等も、ね、挿入することが可能になっております。さあ、そしてですね、忘れてはいけないのが、目次の作成です。本、まあ、実際のですね、紙の本のように物理的なこう厚みがない電子書籍ではですね、やっぱり目的のところに行きたいっていう場合、非常に目次が重要になってきます。当然ね、目次っていうのを作る必要があるんですけども、通常印刷物を作るときに、皆さんね、多分目次は作成されているかと思います。ただ、実際作成されているケースの方は、プレータテキスト、テキストをここで用意して、目次のように、まあ、見栄えを整えるっていう方を、まあ、作業で作っていらっしゃる方、非常に多いんではないかなと思います。ただですね、そのやり方だと EPUB の目次としては反映できません。ですので必ず皆さんに用意されている目次の作成の機能を使ってください。この機能を使って目次を作っておくことによって、自動的に EPUB を書き出したときに EPUB の目次として反映されるという形になっています。こういうと、まあ、必ずこの目次の機能を使って目次を作っておくということが非常に大事になってきますので、こちらで、ね、ちょっと注意をしながら作業を行っていただければというふうに思います。はい、で今ご紹介したね、いろいろ設定を、まあ、いろいろと行っていただいて完了したら、最後に行ったこの EPUB の書き出しという機能になります。書き出しのこちらが、まあね、画面になるんですけども、まず一般のところを見ていきましょう。ここでは EPUB の増やすようなバージョンも設定できるようになっています。 EPUB の 2.0.1、 EPUB の 3.0の書き出しができるんですけども、一番下にですね、 EPUB 3.0 パックレイアウト付きというのがメニューにあったりします。ちょっとこちら選んでいただくと分かるんですけど、この一番下のレイアウト付きというのは Adobe さんが今まだ実験的にメニューに取り込んでいるだけで、実務では全然使用できません。なのでですね、まあ、こんなのが将来的につけようと思って今やってんだなというふうに思っていただければいいかなと思います。実際にはまだまだ使えるという機能ではありませんので、まあ、2.0.1 か 3.0 選んで接種をしてください。まあ、画像のところですね、この画像のタブのところでは書き出す画像の解像度が設定できるようになっています。目的に応じて解像度を、まあ、4段階でね、ポップアップメニューから選択することができるようになっています。また画像を書き出すときに固定のサイズで書き出すのか、相対の指定で書き出すのかというのが選択可能になっています。相対指定で書き出すとですね、例えば iPhone のような小さいものでは、ね、ちっちゃめに、大きなデバイスだったらもっと大きくという形で、その表示させるデバイスに応じて、まあ、画像の、ね、サイズが相対的に変わっていくといったような書き出し方ができるようになっています。そして最後、ね、詳細のところですね、こちらの方ではドキュメントの分割等ができるようになっています。例えば1冊を丸々1つの XHTML で、ね、書き出すと、ビューバー等によってはですね、まあ、うまく表示できないといったようなケースもあったりします。でその一般的には、例えば章があるようなものでしたら1章、2章、3章という形でドキュメントをですね、いくつかの XHTML に分割して書き出す必要があるので、その時の設定、分割設定ができたりとかですね、あと CSS の、ね、設定です。もちろんインデザインで設定したものを CSS のファイルとして書き出しながら EPUB も作成できるんですけども、あらかじめ CSS のファイルを用意しておいて、それを読み込んで EPUB を作るといったらともできるようになっています。例えばあらかじめ Web のデザイナーの方に仕上がりをですね、想定していただいて、もう CSS のファイルを作っていただく、そしたら、まあ、制作印刷の方の制作側ではですね、まあ、それを読み込んで書き出せばいいという、ね、流れでワークフローを組めるのでという形ですね。そして、まあ、JavaScript なんかをこちらで追加して EPUB を書き出すといったこともできるようになっているんですね。でこれで、まあ、設定をして OK をすると EPUB ファイルができるという流れですね。まあ、実際にはその後、ね、見栄え等を編集していただく必要があるんですけども、ここまではデザイン側で行っておくべき作業という形になっています。で
日は実際に、どのようにしていくかっていうのを明日のデモの方でご覧いただきたいと思います。はい、まず、先ほどご覧いただいたファイルと同じものを保存しております。まずやっていただきたいのが、ドキュメント設定ですね。はい、こちらを選んでいただくと、ファイル情報です。ごめんなさい。ファイル情報を選んでいただくと、このような、ね、まあ、画面が出てきます。ここでタイトル、本のタイトルとか、まあ、名前とか、その他説明、キーワードとかね、入力していただくっていう形で、そちらで、ね、必ず入力しておいてください。まず、一つ言わせてましたけど、例えば新規でも EPUB 作成を目的としてドキュメントを作る場合には、新規ドキュメントのダイアログ上でですね、こちら、まあ、通常印刷物のプリントを選ぶと思うんですが、デジタルパブリッシングを選んでいく作業を行ってください。こちらを選んでいただきますと、まあ、ピクセルでね、単位が指定できて、できるようになっておりますし、カナダの方も RGB ベースで、ね、作業するという流れになっています。最初からもう EPUB オンリーっていう場合にはこちらを選んで作業を行ってください。はい、ちなみにですね、印刷物上に作った場合 CM 分けで多分作業されているかと思います。そのような場合 EPUB に書き出すと、まあ、自動的に、RGB に変換されて書き出されますので、まあ、いちいちとりあえず変換をする必要はないんですけども、より色々の、ね、広い RGB の画像があるならそれを差し替えて使うというのも、ね、当然ワークフローとしてあるかと思います。また配置している画像はですね、必ずファイル名ちょっと気をつけてください。必ず日本語を使わずにオープンのファイル名にしておいてください。でないとちょっと画像が抜け落ちたりといったような問題が起きるケースがあります。ウェブとかでもです、ね、画像の、ね、ファイル名と日本語を使わないのと同じで EPUB でも基本的に使えませんので、ファイル名は、まあ、オープン等にあらかじめ変えておいていただくという形になっています。さあ、そしてですね、EPUB に書き出されるものと書き出されないものがあるので、ちょっとそちらも把握しておきたいと思います。というのはマスターページの表示させたいと思います。まあ、ちょっと見づらいと思いますが、下の方に当然ノンブルの設定とか、柱の設定がね、してあります。今開いているのはマスターページなんですけども、マスターページ上に作ったオブジェクトというのは、すべて EPUB には書き出しがされません。で、そこちょっとご注意ください。まあ、ノンブルとか柱は多分いらないと思いますので、いいと思うんですが、特定のオブジェクトみたいなとかですね、なんかこう、どうしてもこれを書き出したいというものがあるときには、マスターページ上ではなく、普通のドキュメントページ上に作る必要があるというのを、少しね、ちょっと覚えておかれるといいかなというふうに思います。さあ、それでは Ruby、検定等の設定を見ていきましょう。これ非常に縦書きのシンプルなドキュメントです。もうすでに Ruby や検定が設定をされているわけなんですけども、こちら先ほど、ね、ご覧いただいた例のところですね、 Ruby のダイアログを開きます。今、ね、もうグループ Ruby になっています。ただこれがですね、通常モノ Ruby だとここにスペースをこのように、ね、入れて作業するかと思うんですが、こうするとこのスペースもかけ出されちゃうという形になるので、まあ、グループ Ruby に、ね、していただくか、一文字単位のモノ Ruby にする必要があるということを一つ覚えておいてください。そして検点ですね。検点は文字のパネルからの検点を、ね、設定していくかと思うんですけども、これもですね、今、検点のゴマというのを設定してあるんですけども、必ず文字スタイルとして登録をして、まずね、登録をして運用していきます。これによってあとあと検定等の編集は EPUB 上でも、まあ、簡単にできるようになるという形になっています。で、縦中横ですね。縦中横はこちらに、まあ、ありますけど、通常は、段抜きパネルのこちら自動縦中横設定というのが、ね、設定されているかと思います。まあ、これも今抜けたという形で設定されているんですけども、これがこの設定だと EPUB に反映ができないので、文字スタイルとしてね、設定したものを適用していくという形ですね。もう実は作ってあります。これをまあ設定していくんですけども、手作業ではちょっと面倒くさいので、これもですね、検索と置換を使っていきます。検索と置換のダイアログを表示させて、まあ、ここで正規表現という、ね、タブを選んでいただきます。そしてここに正規表現を入力するんですけども、まあ、このようなものをここで入力しています。これが2桁のみの数字をヒットさせるための、まあ、正規表現になっています。正規表現を設定をしたら、
この時間形式というんですね、こちらで適用する文字スタイルを設定します。まあ、このアイコンをクリックすると、ね、文字スタイルがここで設定できるようになっていますので設定をしていただくという形、あとはこの一気にね一回していただくとドキュメント内の、まあ、2桁の数字を全て、検索をして一気に縦値がポッというのを設定することができるようになっています。まあこちらの正規表現の記述方法に関してはサイトの方、ウェブサイトの方をご覧ください。ちなみに、あらかじめ設定してあった段落パネルの自動縦値を設定はそのままで構いませんので、ね、こんな形で、検定縦値を、リミットを設定していただくという流れになります。そして次にですね、タグとクラスですね、タグとクラスの指定をしていきます。はい、段落スタイル今ね見ていただくと、まあ6個今ね設定がしてあるんですけども、パネルの下のメニューのところからですね、全ての書き出しタグを編集というメニューがあります。こちらを開いていきます。そうするとタグとクラスが指定できるようになっています。最初開いた段階ではですね、これ自動でここで空欄になっていますね、こんな形で。ですので目的のものをここから選んでいただく、例えば B タグなのか1番タグなのかといった形で目的のものをここから選ぶ、またはここにない場合には直接手で入力をしていただくという形ですね、タグ。そしてクラスの方をクリックして、まあ、入力するという形で、それぞれ全ての段落スタイル、文字スタイルにタグやクラスを指定していくという形ですね。文字スタイルの場合にはここ、ね、スパン、M、ストロングという、ね、タグが最初、ね、用意されております。そしてですね、こちら右側に EPUB の分割というチェックボックスがあります。これにチェックを入れておきますと、そのチェックを入れた段落スタイルの前のところでいわゆる苦節性面のファイルが分割されるという形です。ですから例えばここでチェックを入れておくと、タイトルという段落スタイルがあるところでページがそれぞれ区切られるという形になりますので、こちらからチェックを入れてあげてください。という形で、まあ、全てのスタイルにタグ、またタグおよびクラスを指定していくと作業を行っていただきます。さあ今度はですね、アンカー付きオブジェクトの設定をちょっと見ていきたいと思います。本当にシンプルな例なんですけども、今テキストがだーっと流れていて、まあ、画像が2点あるドキュメントです。ただ単に画像は、ドキュメント上に配置をして回り込みを設定しているだけのものですね。これをインパクトに書き出すと、テキストが全て書き出された後に画像が書き出されるという流れになります。しかしですね、実際の作業においては、例えば今この画像はこの上の段と下の段のテキストの、まあ、いわゆるここですね、この間のところに、ね、表示させるようにインパクトに書き出したりした時に、昔はどんなことをしたかというとですね、これカットしてですね、カットしてここにカーソルをここに置いていただいてペーストしたんですよ。これがインライングラフィックとしてやってたんですけども、これだとレイアウトも崩れてしまいますし、めんどくさいので、現状どういうことをしているかというと、選択をします。そのここに青い、ね、四角形が、ね、表示されます。これ今グループ化したものを選択していますけど、青い四角形が表示されます。なのでこれクリックをして目的のところにね、ドラッグをすると、分かりますかね、アンカー、怒りのマークになって、いわゆるアンカー付けされたよ、ドラッグしたところにアンカー付けされたよというふうに表示がされています。要はこの位置に、ね、画像が入った状態ですね。こうしていることによって、リパボを書き出すと行うことが、できますという文字の後にこの画像とキャプションが挿入されて、次にこの Adobe デジタルという文字がリパボに書き出されるという流れになっています。なので本当にドラッグするだけです。レイアウトを変えなくていいので、アンカー付きオブジェクトの機能を利用して作業してあげると、まあ、便利かなというふうに思います。さあ、このバーティカルパネルの、ね、使い方をちょっとご紹介をしておきたいと思います。先ほどね、ご覧いただいたものなんですけども、まずウィンドメニュー、バーティカルという、ね、メニューがありますので、こちらを選択をして、バーティカルパネルを、ね、表示させます。で、今このパネル上に、まあ、オブジェクトを登録すれば OK という形なので、ドラッグしますと、マスターページが書き出されるかなという、ね、
まあ、見えてるオブジェクトを、まあ、リファブに書き出したいと、でこれ1個ずつこうドラッグしていっていただいてもいいんですけども、ちょっと面倒くさいので、まあ、まとめて全部いっちゃってください。ドラッグをしてそのままよいしょドラッグをすると、まあ、名前付けられますので名前を付けたら OK と。そうすると今選択していたオブジェクトは全部ここに登録されます。で上にあるものから順番に書き出しがされるので、まあ、目的に応じてこうね1234という順番のダブルを今ドラッグして順番変えてあげるっていう作業を行っていきます。こんな感じですね。目的に応じてドラッグしていくと、それによってこの上から順番にオブジェクトが書き出されるという形になります。ただしこの機能をですね利用した時には、ですね、EPUB を書き出しのダイアログのここですね、デフォルトではページレイアウトを基準にするっていうふうになってるんですけども、こちらアーティクルパネルと同じっていうのでやってください、ね、それによって、まあ、指定した順番で書き出しができるよっていう形。またEPUBに書き出すときにはですね、通常テキストや画像を書き出されるんですけど、パスで作ったオブジェクトっていうのは書き出しがされません。例えば長方形とかですね、ラインとかこういったものを画像化して EPUB に書き出したいときには、このアーティクルパネルに、まあ、登録していただくか、先ほどやったアンカー付きオブジェクトにしていただくことによって、通常書き出しがされないパスオブジェクトを画像として EPUB に書き出すことができるので、ちょっとそちらは覚えておかれるといいかなというふうに。あ、そして画像のこのフロートですね、設定。設定自体は難しくないです。目的の画像を選んでいただいて、オブジェクトメニューからね、オブジェクト書き出しオプションですね、選んでいただいて、こちら EPUB および HTML という選択をしたら、チェックを入れるんですね、ここにチェックを入れる。あとは、まあ、左にフロートか右にフロートを選ぶという形。で、OK です。これだけです。で、さらに、テキストの回り込みパネルの方で、まあ、上下左右ね、マージンが設定。この上下左右のものがそれぞれね、リパブリ書き出した時の上下左右のマージンとして書き出しがされますので、今回見ると下に 3.25mm 分のマージンが取られるよという形になります。はい、さあ、そしてですね、今度は、目次の作成もちょっと見ておきましょう。はい、必ずいずれの目次機能を使います。もうすでにね、こういう目次作ってあるんですけども、ちょっと削除しちゃいますね。はい、設定はレイアウトメニューの目次、ね、こちらから行っていただきます。で、目次の場合はですね、どの段落スタイルを適用した文字列を文字を抜き出すのかというのをね、設定をしますので、まあ、ここで設定をしてください。通常の印刷物とは違うのは、まあ、ページ番号はいりませんので、ページ番号はなしで構いません。これ設定をしてあげる。そうすると、ね、目次がここに、ね、書き出されます。ちょっと横になっちゃったんですけど、ね、縦にしておきましょう。まあ、こうすることで自動的に EPUB の目次としてリンクされた状態のものが書き出しがされるという形。ただですね、これ、2つやり方がありまして、まあ、ペーストボード上にね、作ってますけど、こうしておくと EPUB のビューワーとしての目次には反映されるんですけども、コンテンツの目次としては反映されない。ちょっと、分かりづらいかな。EPUB の目次を表示されるときにボタンがあって目次を表示させますよね、リーダーとかで。ただそれを作るのはこの状態でいいんですけども、実際に本文を表示させた時に最初に目次もテキストで表示したいという場合には、この目次というのはドキュメント内に作成してください。そうするとビューアーの目次だけじゃなくて本文の目次にも書き出しがされる。外に置いておくと、ビューアーの目次には書き出しがされるけど、まあ、本文の方には目次としてテキストは書き出しがされないという形になります。ちょっと覚えておかれるといいかと思います。そんな感じで、まあ、最終的に目次を設定したら書き出しを行っていただきます。ファイルメニューから書き出しで、目的の場所と形式、形式は EPUB ですよね、選んでドンとしていただく。そうすると、まあ、どのように書き出すのかっていうことで、ね、ダイアログが出てきます。まあ、縦組み等をですね、反映させれば当然 EPUB の 3.0 っていうのを選んでいただくという形で、ここはアーティクルパネルを使っている場合には失敗した、今ちょっとレアとしていますけども、アーティクルパネルと同じっていうのを選んでいただくという形です。まあ、画像ですね、解像度4つの中から選ぶことができるようになっています。目的のものを、まあ目的に応じて、そしてこちら、固定なのか、相対して、いわゆるデバイスによってサイズが変わる相対してなのかを選んでいただきます。そして詳細の方ですね、まあ、ドキュメントね、ここでも、ドキュメント分割の段
スタイルを指定することができます。まあ、今は CSS で JavaScript を読み込む場合にはそれでこう追加という、ね、ボタンをクリックしていただくことによって今追加できるよといった部分です。そして設定を行ったらまあ OK というのをしていただくと目的の場所に今のファイルが書き出されるという流れになります。ですので、そこまでいただいて、あとは、まあ、別のアプリ等で EPUB の中身を、ね、見栄え、問題点等を編集して、仕上げていただくという作業になっております。はい、そんな形でちょっと、ね、作業を行っていってください。ただ今日の場合はですね、はい、特に皆さんに、ね、レジュメ等があるわけではありませんので、今日お話したことちょっとどういうふうだったかなっていうので、また後から、ね、知りたいという方、ぜひこちらのページですね。インターネット CS6 で行う EPUB 作成のページの方をご覧ください。こちらの方にですね、今日お話したことは、まあ、もうちょっとね、文字の方で詳しく書いてありますので、ぜひこちらを参照していただければというふうに思います。こちらのページは私の運営してます、インターネット勉強会のトップページの、ね、右側のバナーのところをクリックしていただきますと、こちらのページにジャンプしますので、ぜひこちらね、今日お話したことを大体ザーッとこう、ね、書いてあります。ぜひこちら、ていただいて参考にしていただければというふうに思います。はい、というところでちょうどねお時間になったようです。はい、これで私の方のお話は終了させていただきたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。